本日はですね、さつまいもの試し掘りというものをやってみたいと思いますね。今日でまあ9月も終わりということで、10月に入ります。さつまいもの葉っぱも結構伸びてきてますのでね、まあそろそろいいんじゃないかということですね。ここは実はブルーベリー畑なんですけど、この辺でまあ春頃ですね、木が枯れましたので、空いたスペースにさつまいもを入れておきました。ちょっと雑草を刈ることをね、サボってたら雑草に負けて埋まってしまったんですが、昨日少しね雑草を抜きまして、今日はねまあいよいよ試しに掘ってみようということなんですね。ブルーベリーが植えてあったその酸性土の上にやりましたけど、どうってことなしにね、育っているという感じですね。そしてこちらですが、ここはですね、ブルーベリーの間の通路ですね。結構スペースがあったのでさつまいもをやってみました。こちらの方はまあスイカをやったんですけど、もう今終わってね、草丸けになっているという状態ですね。まあ、とりあえず試しに掘ってみまして、なってますかね。まあもう少しこう育てた方がいいのか、それとももうこれで掘り上げてしまった方がいいのかね、ちょっと今日は確認したいですね。まず一株目ですね、ちょっとですね、このつるをこう持ち上げましてですね、実はここなんです。ここにここ、まあ、分かりますか、ね、この穴、ここに挿し木をしたわけですね、最初の1本。それでこんなに増えたということなんですが、まあこの上のね、つるの部分を切ってみて、中をねちょっと掘ってみたいと思いますね。黒マルチをやってあるのはね、雑草対策なんですけど、まあ、とにかく、まあ、よく草は生えますね、この畑は。さあ、それで、ちなみにマルチをやった方がね、育ちはいいです。さつまいもは暖かければ、一層育つので、地面の温度がね、高い方が調子がいいんですね。あと、この辺りなんですけども、地面が盛り上がっている、というほどでもないか。これはもしかしたらちょっとダメかもしれませんね。なんか嫌な予感がしてきましたが、掘ってみたいと思います。本当に芋が育ってきますとね、株元が盛り上がってもそこから赤い芋が出ているんですよ。ですからちょっとこれは失敗かもしれませんが、とりあえずやってみます。とりあえず出てきたんですが、ちょっと、いまいちの大きさですね。早かったかなっていう感じがします。ちなみにね、さつまいものつるです。つるっていうか、この葉っぱの、この軸っていうところですか。これが食べれます。皮を剥いて、きんぴらのような感じでね、炒めますと非常に、まあ、美味しいですね。まあ、面倒でない方は、やられるといいかもしれませんね。まあ、いずれにせよ今日のね、さつまいも掘りは不発ということでね、もう少し待ちたいと思いますね。まあ、明日から10月ですけど、結構暑いかなっていう感じでね、まだまだ芋は育つんじゃないかと思います。なんていうんですかね、去年11月頃に掘ったんですけども、地面が凍るとね、芋は割れてしまうので、そうすると腐っちゃいますから、それまではね、もう少し待ってもいいかなと思いましたですね。はい、まあ、本日は、さつまいもの試し掘りということでした。以上でございます。